モンテローソは、スペイン、ガリシア州、ルーゴ県の自治体で、コマルカダウジョアの中心自治体。ガリシア統計局によると、2011年の人口は4032人で、ある。住民故障は、マンタラ市の A。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は97.44%。モンテローソは、ルーゴ県の西部に位置し、コマルカダウジョアに属する。北は、 パラスデレート、東は、グンティンとポルトマリンと、南は、タボアーダと、西はアンタスデウジャの、各自治体と隣接。中心地区は、エスポリス教区のモンテローソ地区。モンテローソは、チャンターダ司法管轄区に属す。住民は28の教区の115の地区に居住する。自治体市長は、ガリシア社会党のアントーニオエデルミイロガと疎遠ガス。自治体評議員は、ガリシア社会党。 6. ガリシア国民党。4. ガリシア民族主義ブロック。1となっている。モンテローソは28の教区に分けられる。太とは自治体中新地区のある教区。ありがとうございます。